インペリアルカレッジロンドンは、ロンドンに本部を置く世界最高位の理工系、名門大学の一つ。世界大学ランキングでは、QS ワールドユニバーシティランキングス2021で、世界第8位、タイムズハイヤーエデュケーションワールドユニバーシティランキングス2021で、世界第11位に位置づけられている。ヨーロッパでは、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学に続く、第3位。 略称は、インペリアル。メインキャンパスは、ロンドンで高級住宅街として知られる、ケンジントンチェルシークサウスケンジントンに位置し、周囲には、ケンジントン宮殿、ロイヤル、アルバートホール、ハロッツ本店などがある。インペリアルカレッジは、医学部、工学部、理学部からなる理工系大学であり、 学生数は学部生が約1万人、大学院生が約9000人である。世界中から優秀な学生が集まり、2018、2019年度では全学生の50.7%がイギリス国外からの留学生である。もともとはロンドン大学のカレッジの一つであったが、創立100周年にあたる2007年7月にロンドン大学から独立した大学となった。 これまでに14人のノーベル賞受賞者、3人のフィールズ賞受賞者、74人のロイヤルソサイティのフェロー、87人のロイヤルアカデミー・オブ・エンジニアリングのフェロー、85人のアカデミー・オブ・メディカル・サイエンシズのフェローを輩出している。日本との関係では、東京大学、東京医科歯科大学などと学術協定を結んでおり、日本人留学生数は、 各年度10名弱で推移している。インペリアルカレッジに在籍したもの,の日本における同窓会組織として、インペリアルカレッジ公認のサウスケンジントン会がある。ロイヤルスクールオブマインズ・インペリアルカレッジ・ロンドンの前身は、シティアンド・ギルド・カレッジ、ロイヤルスクールオブマインズ、ロイヤルカレッジ・オブ・サイエンスの3つのカレッジで、これらが1907年に合併。同年7月8日に、 当時の国王であるエドワード7世より大学設立を正式に許可され、ロンドン大学に統合を、現在の形になった。その後、セーメアリー病院医学学校が1988年、ナショナルハートロングインスティチュートが1995年、チャーリングクロスウェストミンスター医学学校が1997年に合併された。2000年には、 ロンドン大学の農学部カレッジである Y カレッジが合併したが2007年9月からは Y が位置するケント州にあるケント大学によって運営されることとなった。これにより Y カレッジの学生は学士をケント大学及びインペリアルカレッジ提携 Y カレッジから受け取ることになる。2004年には卒業生であるゲイリーエタナカの贈与でタナカビジネススクールが作られ英国女王である。 エリザベス2世により開校された。インペリアルカレッジビジネススクールは、マネジメント教育を評価する3つの国際認証機関すべてから認証を受けている。世界でもごく少数のトリプルクラウン校であり、MBA やマネジメントの学位を取得することができる。創立100周年にあたる2007年の7月には、ロンドン大学から独立した。以前までは、ロンドン大学の学位が与えられていたが、 今後は、インペリアルカレッジロンドンが独自に学位を授与することになった。インペリアルカレッジ正門ロイヤル、アルバートホール大学の本部は、ロンドン西部、ハイドパークに隣接するサウスケンジントンに置かれている。合計所有地は525,233平方メートルであり、これは英国の高等教育機関の中で最大である。この地区は高級住宅街として知られており、 またロイヤルアルバートホールやハロッツ、博物館、教育機関、大使館などがありいつも観光客で賑わっている。サウスケンジントンキャンパス付近にある教育機関、博物館など、インペリアルカレッジを含むこれらの教育機関や博物館の基礎は、ロンドン万国博覧会を企画開催したアルバート校と妻のビクトリア、女王によって築かれた。これらの建物群は、 彼の名を監視アルバートポリスと呼ばれている。この他には、ハマースミス病院のあるハマースミスキャンパスやケント州に、ある、ワイカレッジなどがある。サウスケンジントンキャンパスのエントランスは卒業生のゲイリー・エイ・タナカによる2700万ポンドの出資で、建築した、田中ビジネススクールで、2004年にエリザベス2世女王によって、テープカットが行われた。2009年以降、 田中ビジネススクールは、インペリアルカレッジビジネススクールへと名称を変えている。現在、サウスケンジントンキャンパスは、創立100周年による改築、増築が行われている。キャンパスに隣接するスポーツセンター、エトスが2006年にオープン、大学図書館は2008年に工事作業を終え、大学に隣接する学生寮も改築が完了し、学部棟の増築などが、 現在も進行中の状態である。2012年ロンドン夏季オリンピックの際には、サウスサイド及びイーストサイドの学生寮が日本から来た JOC 関係者や一部選手団の宿泊地として利用された。サウスケンジントンキャンパスでは、学生、職員が利用する図書館が、学期中の金曜日11時土曜日10時以外24時間利用可能である。2013年現在、 1090人分用の勉強スペースのほか、241台の Windows 7搭載 PC が設置されている。同じ敷地にカフェも隣接されている。図書館隣のシャーフィールドビルディング内には8室の音楽練習室が設けられており、クラビノーバ1台、アップライトピアの6台とグランドピアの5台が事前に予約の上利用可能な状態にある。ロンドンキャンパス付近では、 スポーツセンター、エトスなど数箇所に合計で、ジムが4つ、プールが2つとスポーツホールが2つ設置されている。また、ヒースロー空港近くにスポーツグラウンドを所有しており、ラグビー場3面、サッカー場10面などがある。ホッケー、クリケット、ラクロス用のスペースも確保されているほか、2011年2月には新たに野球場も建設された。 またキャンパス内にはバーが2カ所存在する。学生自治会本部建物内とイーストサイド学生寮にそれぞれ設置されている。世界における最難関大学の一つであり、2014、2015年度の大学ランキングでは、米マサチューセッツ工科大学に次いで世界第2位である。過去に14名のノーベル賞受賞者と3名のフィールズ賞受賞者を輩出している。 理系大学であるインペリアルカレッジは総合ランキングよりも専門分野でのランキングの方が順位が高いことが多い。例えば2006年度ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメントランキングのテクノロジー部門では MIT、バークレー・アッツに続き世界第4位、ヨーロッパでは第1位。フィナンシャル・タイムズはインペリアルカレッジの田中ビジネススクールを ヨーロッパで4位に選んだ。また、計算機科学部は、ガーディアン大学ガイドの中のコンピューターサイエンス &IT 部門で1位に選ばれた。1999年から2012年の受験生の合格倍率は常に5倍を超えている。国内では、オックスフォード・ケンブリッジに次ぐ成績を求められる大学である。2013年度の合格倍率は、学部で6.6倍。 大学院で5.6倍であった。ラッセルグループ、IDEA リーグ、アソシエーションオブンバス、ザ・アソシエーション2アドバンス・コリージェット、スクールズ・オブ・ビジネス、欧州品質改善システムに所属している。2005年より、東京医科歯科大学と医学部生の交換留学を実施している。毎年4、5人の学生が10月から2月まで過ごしている。など、ありがとうございます。